どうも、うずです。本日はちょっと前にね、もう用意はしてあったんですけど、バタバタしててちょっと全然取り掛かれなかった作業をしたいと思います。うずさんのパソコンね、自作パソコンの方は、CPU をね、冷やすための CPU クーラーというのがあるんですが、あれをリテールクーラーといって、純正のね、純正っていうか大してね、性能が高くないクーラーをつけているんです、未だに。なので、最近ちょっとこうゲームとかをやったり動画編集で温度がね結構上昇するっていうのをね、モニターで見たら感じますので、ちょっとしたね CPU クーラーを取り付けてみようかと思いまして、今日はそれを行います。で、用意したのは、3000円台で手に入るお買い得なね CPU クーラー、こちらです。サイズっていうメーカーのアシュラですね。これが、光ったりしないからね、こうガンガン光らせる方には好みじゃないかもしれないんですけど、評価が非常に良くて、取り付けが簡単ということでちょっと購入してみました。これをちょっと取り付けて温度の変化っていうのを見てみたいと思います。これつける前のうずさんのパソコンの CPU の温度は、ベンチマーク測るとね、今 FF のベンチマーク測ってますけど、70度近く、いやオーバーすることもあります。それがどれぐらい下がるのかっていうのをちょっと試してみようかなと思います。うずさんの動画はちょっと作業の工程は飛ばします。ちょっと撮るのがめんどくさいからです。ちょっとすごいですね。結構大きいんですね。これが CPU クーラーになる大元ですね。ちょっとこのロゴがサイズって書いてあってかっこいいんですけど、本当にバカでかいやつと、このバカでかい、扇風機みたいなやつですね。扇風機ってなんだよな。あとは細かい部品がいろいろあります。取り付けるためのアタッチメント、ネジとか、標準グリスですね。このグリスは使い勝手悪いんで、今回使わないかな。はい、CPU クーラーつきましたね。ちゃんと線も刺さってるし、ここも留め金もつけたし、大丈夫かな。ここもねしっかり止まってますね。でグリスの方も塗ったし、問題ないはずです。確かにくっつけやすいです。これ簡単だな。でもうずさんのマザーボードちっちゃいからすごくコンパクトになっちゃうね。なんかこれちょっと撮ってみるとマザーボードが隠れちゃいますね。グラフィックボードとCPU ファンの新しいの取り付けたら、なんつうかもうマザーボードほとんど見えない感じになっちゃいますね。これはしょうがないな。 CPU ごとマザーボード交換しないとちょっと厳しいからな。これでちょっと組んでみますか。はい、じゃあこれで新しい CPU クーラーを組めましたので、ちょっと起動してみたいと思います。電源オン。こう動いた動いた。どうなんだろうねこれね、冷えがだいぶ良くなるのかな。音は静かですね。どうなんだろう。CPU クーラーの方をこのリテールクーラーからこちらのサイズのねアシュラの方に変更したので、温度差の方がどれだけ出るのかっていうのをちょっと今早速同じ環境でね FF のベンチマークで試してみたいと思います。今真冬ですからね。そしてうずさんのこの部屋は暖房ありませんので、さっきは一番上がって55度ぐらいでした。こっちのクーラーでやった場合ね、55度。じゃあ今回のはどうでしょうかね。温度の計測実際測ってみたら37度が上限になりました。さっき50度超えてたからね、20度近く冷やし効果があるっていうことで、やっぱりねこういうちゃんとしたってわけじゃないけどね、ちょっと大きめな CPU クーラーつけると CPU の負担っていうのはかなり軽減される感じですね。でハードディスクもそうですけど、PC のねこうハードディスク CPU とかは熱をずっとね負荷かけてるとやっぱり寿命も縮まりますので、できればこういうクーラーなどをねしっかりくっつけて冷やしてあげるといいっていう風に書かれてたからね、ウェブの方で。だからそういう形でちょっと長持ちさせてあげようかなと思っております。そんなこと言っといてね、 CPU とマザーボード交換したいとか言ってるからちょっと矛盾してるけど、そういう形で、本日は、こちらの CPU クーラーサイズのアシュラを試してみましたっていう動画になります。はい、でうずさんの方はこういった動画で、パソコンの話とか、iPad とかね iPhone とかスマートフォン、あとはカメラとかの話もしますし、ゲームの話もします。もし気になる方がいたらチャンネル登録の方ぜひお願いします。チャンネル登録は下の方からですね。左側にねブログ、Facebook、Twitter っていう風になんかアイコンがありますけど、ここからはちょっと飛べませんので、ちょっとこれ宣伝用で下の方にリンク貼ってありますから、そちらの方からちょっと気になる方は覗いてみてください。はい、ではまた別の動画で。バイバイ。